はい、こんにちは。今日は雑談をしたいと思います。その前に、実は今回の動画で、100本目の動画になります。見てくださってる方々、本当にありがとうございます。正直始めた当初、どこまで需要があるか分かんなかったんですが、それなりの再生回数になってるところを見ると、そこそこ需要はあるようで、嬉しく思っております。本当に感謝しております。ありがとうございます。今日吸ってるのは、深白のこのパイプで、アンフォーラフルアロマを吸ってますね。この間レビューしたやつですね。で、今日何話そうかと思ったんですが、考えてなかった。そうですね。前話したかもしれませんが、ちょっと私のパイプ歴というか、ネット活動歴というか、ちょっと話してみたいと思います。もともと、私はタバコ吸ったことがない状態から、いきなりパイプを、シガレットとか全くわからないままシガレットをいきなり、あ、シガレットになった。パイプからタバコ私は入ったので、パイプタバコをやろうと決めたときに、当然ですが、ネットで、店を探して買いに行きました。で、ネットの知識を得ながらですね、始めたわけなんですけども、あれ、いいっすかね、落ちた。始めたわけなんですが、それで何をどうしたらいいか全然わかんないわけですよ。で、当たり前ですよ。最初はネットの方で、情報を集め出したんですね。で、ネットの方で情報を集めた後、ヤフーの知恵袋で、いろいろこう、質問をして、で、そこで、いろいろこう、回答してもらって、で、回答者がいつも同じような方たちだったので、その人たちとだんだん交流を持つようになって、で、実際にお会いしたりだとかするようになっていましたね。で、その後ですね、ネットの世界でもしかしたらもっと他にもいるだろうと思ってツイッター始めたんですよ。で、最初は全然いなかったんですけども、どん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 人を呼んでったらいいんですけども、どん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 いろんな人と知り合うことができて、大丈夫かな、できまして、それで、やっぱちょっと下向いちゃうな、まあいいか、見えますかね。それでいろんな人と交流するようになりました。で、そんなこんなしてるうちに、YouTube の方でパイプタバコって、アルファベットで検索するとすごいいろんな動画が出てきて、で、調べたら、こう皆さんつながりがあるようで、で、かつ、パイプタバコのレビューやってる人も結構いたので、それよく見てたんですよ。で、それ見てるうちに、日本人がいないと思って、じゃあ私がやってみようっていうのが今の動画の始まりで。で、この動画を通じてさらに知り合いが増えたりして、そしてオフ会もやったりだとか。で、今月9月25日、実は大阪でオフ会がありまして、もし興味ある方いらっしゃってください。午後からですね、豆庵さんというところだったと思います。で、やる予定なので、もし興味ある方はぜひ、十何人か集まるそうですね。私含めて。あるんですが、するような、主催者は私じゃないですけども、するようなことになったりとかしてですね、楽しみなこともどんどん増えていってるような、そんな感じです。ですので、ぜひ、パイプスモーカーの方ですね、ネット通じてでもいいですし、現実でもって言い方変かな。ネットでも結局、向こうの相手は現実なわけなんですから、
いろんな人と知り合っていくのとはすごく楽しいと思います。特に私は YouTube を通して海外の人とも知り合えたので、いろいろと楽しくやっておりますね。はい。ですので、ぜひ、知り合いとかですね、楽しみという意味で、仲間を増やしていっていただければと思います。はい。では、改めまして、100回目動画になります。どうも皆さん、ご視聴の方ありがとうございます。で、これからもですね、タバコのレビューとか雑談とかやっていきたいと思っております。で、なんだっけ、なんか言おうと思ったんだけど忘れた。あ、そうだ。で、実はですね、もうそろそろ1年にもなるんですよ、この動画自体が。動画投稿自体が。なんか結構長かったようであっという間だったんですけども、いつの間にかそんな時間経ってましたね。もう、1年経って、50メガ近く私レビューしてるんですね。自分で考えても、ようやったな、俺。なんて、すいません、なんか自画自賛で。っていうような感じですね。まあ、これからもどんどんレビューとかやっていきますので、興味ある方はですね、ぜひこれからも見ていただければと思います。では、今日の動画はここで終わりにしたいと思います。ご質問、ご意見、ご要望と、あと、オフ会参加したいという方もですね、コメントやダイレクトメール等いただければ、ダイレクトメール、プライベートメールだっけかな、YouTube の機能ありますけども、いただければと思います。はい。では、今日はこんなところで。ではまた。